では代わってお花の情報をお届けします。フラワーライフのコーナーです。はい、このコーナーはカッキーです。お願いします。はい、今日もですね、私が素敵なガーデナーさんをご紹介するんですけれども、まあ、とにかく今回私びっくりしました。びっくり、はい、ご覧ください。どうぞ。今回ご紹介するお庭はこちらなんですが、里山ガーデンという名前だけあって、初めに断っておきますけれども、ガーデニングの域を超えたお庭なんです。広い、これですよ。これお庭ですか？これお庭なんですよ。個人のお庭ですよ。市が管理してるとかじゃなくて？いや違います、個人宅のお庭なんです。すごい、ね、そしてですね、こちらのお宅、自宅の庭に竹林があるんです。家に竹林が、時代劇に出てきそうな竹林じゃないですか？嵐山とかじゃないですよね。でさらにウッドデッキの休憩所もありまして、今回はそちらでお話を伺いました。わー、すごーい。もう来てびっくりしました。そうですか、はい、里山ガーデン、はい、すごく広いんですけれども。あ、広いですね。はい、馬上園さんがお庭作りを始めたきっかけっていうのはあったんですか？はいはい、そうですね、町おこしになればというような考えで、国富は静かな町ですので、町外の方と町内の方がですね、まあ、花でも見ていただいて、そしてこの休憩所でですね、交流していただくと、そして国富町をですね、身近に感じてもらえばいいなという感じで、国富町に親しみを持ってもらうという目的です。国富町役場で働いていた馬上園さんですが、地域活性化のきっかけになるように場所を作りたくて、退職後少しずつ自宅の周りの土地を買って里山ガーデンを広げていったそうです。車椅子の方でも見て回れるようにきちんと歩道が整備されています。で、アジサイをですね、たくさん植えている理由を聞いてみました。どうしてアジサイをこんなにたくさん植えようと思われたんですか？そうですね、アジサイはやっぱり今の雨の降る梅雨時期に咲きますよね。梅雨時期は人間は心が沈みがちなんですよ。ですからその心が沈む雨の時期に花が咲けば、少しは心も和やかになるんじゃないかというようなことでですね、アジサイを植えてみました。里山ガーデンには80種以上、250株を超えるアジサイが植えられています。今年はですね、去年の猛暑の影響で生育が悪くて小ぶりのアジサイが多いそうなんですが、うん、もうたくさんの種類があるのでね、うん、もう十分楽しめます。本当いろいろある。これなんか金魚みたいですごい可愛かったんですよね。絵みたい、ね、そしてこちら馬上園さん一押しのスポットで山が眺められるんですよね。すごいね。でちょっとこの日ですね、来ていた見学に来ていた方にお話を伺ってみました。いろんな種類のアジサイが咲いてて、あ、なんか素晴らしいなって思いました。またこれで雨でも降ったらしっとりと余計綺麗かなと思って、何回か見させていただこうかなと思ってます。うん、でまあそこでいろいろお茶飲んだりして楽しく過ごさせていただいてます。でもこのお庭を見て、やはりアジサイがいろんな種類のがあるのでね、とても楽しくて、季節それぞれに良さがあるのでね、また伺いたいなと思っております。あとですね、はい、今私たちがお話を聞いているこの場所、はいはい、すごく居心地のいい素敵な場所なんですけれども、はいはいはい、その大工さんにお願いして、まあ、こんなイメージでって言って作ってもらったんですか？いや、これはまあ基本的には私が手作りで作って、友達に加勢していただいて2人で作って、こちらのこのデッキのスペースも馬上園さんが作ったんですか？はい、私と友達に加勢してもらって作りました。退職後に職業訓練学校に2年間通って、家作りなど大工の勉強をされたそうなんです。もう馬上園さんが友達と作ったお店のようなこの休憩所で、奥様や息子さんのお嫁さんがお茶を出して見学に来た方にくつろいでもらっているんですよね。お店みたいな、馬上園さんがこの里山ガーデン作りをしててですね、良、はいはい、かったなと思われるのはどんな時ですか？やっぱりお客さんに喜んでもらうのが一番最高ですね。生きがいを感じますよ、うん、はい、
あ今日は楽しかった、よかったって言ってもらえるのが、特にお客さん同士で交流しておしゃべりしてもらって、あの今日は楽しかったと言って帰ってもらう時がですね、もう何よりの私はご褒美です。私にとってご褒美ですか、はい、今後ですね、はい、どういった風にこのお庭作りに取り組んでいきたいと思われますか。いやもうそれは計画しております。お、はい、計画されてる、されてしてます。具体的には、具体的にはですね、2月の下旬から3月にかけて桃の節句ですけども、はい、その時にはガーデンの上空をですね、花桃の花で飾りたい、見ていただきたい、はい、そして3月の下旬から4月の上旬はですね、ソメイヨシノの桜の花で飾りたい、見てもらいたい、そして5月は高山植物の大山レンゲの森で、大山レンゲとシャクナゲ、竹林のコラボを見ていただきたいと、6月はアジサイと夏ツバキの共演を見ていただくと、そういう計画を立てて、じゃあもう本当に季節ごとにその季節のお花、はい、移ろいがしっかりと感じられるガーデンになっていくんですね。そうですね、それを見て楽しんでいただけたら、まあ、幸いだなと思ってますが、これからがとても楽しみな里山ガーデン、皆さんもぜひお出かけになってみてください。はい、もう広いでしょ、個人のお宅とは本当思えない。私も最初公園かと思いましたえって言って本当思いますよ。でもバジョレンさん本当に国富愛がもうすごいんですよ。もうとにかく地域のためにっていう声を言ってるんですけど、人の声が後ろでちょっと聞こえながら、取材にお伺いしてた時 もうお茶を飲んで、まあ、一通り見学を終えた方がもうお茶を飲みながらもう笑い声がすごいんですよ。でバジョレンさんにすごいですねって言ったら、この声が聞きたいんだよねっておっしゃって、でもなんかアジサイとかもたくさんあったでしょ、うん、あれも一人で全部剪定されるんですよ。かなりの量あるのに、アジサイの剪定大変でしたよね。このアジサイはこのぐらい成長するから、このぐらいじゃ切らないとダメみたいなのがもうやっぱ自分じゃないとわからない、なんか本当自分の子供のように育ててらっしゃるんでしょうね。だって今後の目標もいろんなこう季節でお花を、すごかったねそうで、あの竹林にその大山レンゲという植物を、ね、今植えて生やしているそうなんです、はい、結構なんか貴重な植物みたいで、でもあのちっちゃいんですけど今でも花は咲くそうで、ただこれからも何年計画でどんどん成長させていて、みんなたくさん人がねこうすごいね、すごいすね、だってなんか施設の方とかも見学に来たりするからって言って、お手洗いとかもねなんか綺麗に使っていただけるようにって、なんか気をつけてらっしゃったりとか、あのバリアフリーのとこもありましたよね、綺麗に使われて、車椅子でもねってね、あの手作りの案内板とかがあるんですよ、ね、車椅子の方はこちらとか、もう本当に愛情に溢れてるんですよね。素晴らしい、すごいですよ、もう趣味の域を超えてらっしゃるので、ね、なかなか真似できないですね。もう本当地域活性のためということですのでね、皆さんもぜひ馬上園さんの里山ガーデンお出かけいただきたいと思います。以上フラワーライフのコーナーでした。はい、では CM の後はバイバイタイム、バイバイです。Ooh.